はい、どうもこんにちは、アジーです。ということで今回はですね、これから最強の偽物と対戦することになっていまして、もしかしたら皆さんも見たことがあるかもしれないんですが、一時期ランク戦の打率のランキングにですね、G ゲームズっていう名前で、まあ、5位とか4位とか3位にいた偽物がいたんですよ。でその時は別に問題を起こさなければいいよっていうスタンスでいて、で、まあ、本当に何も問題はなく名前だけ G ゲームズになってるっていう感じで、でまあそれから少し経ってランキングからも名前がなくなって、でまあ僕も偽物のことを忘れてて、でそしたら最近偶然話すタイミングがありまして、まあ僕が偽物だったんですみたいな、まあすいませんみたいな感じで話してて、でまあ僕も全然何もなかったんで、いやいいっすよっていう感じで、まあでもせっかくなんで企画にして撮影して対戦しませんかって言ったら、いいですよって言ってくれたんで、今日はですね、その最強の偽物をボッコボコにして焼き入れようかなと思ってるんで、まあちょっと緊張感のある試合をですねお見せできたらなと思います。まあちょっと普通にドキドキしてるんですけど、まあ頑張っていこうと思います。なるほど、名前同じにしてきたんですね。 OK、 じゃあ名前隠す必要ないですね。お願いします。この方と僕ランク戦で対戦したかどうかはちょっと分かんないんですよね。まあないとは思うんですけど、名人3位、同じですね。千賀さんか。うわーめっちゃ、あ、リボン持ってないんだ、意外ですね。だってランク戦で打率ほぼ7割っていうと、本気でやれば余裕でね、まあ時間がないとか試合数がね結構長いんであれですけど、いきますか。抑えられんのかなこれ。ちょっと集中して配球も行こうと思います。まあツーシームの打ち方なんかは相当上手いのかな。超スライダー、ちょっと様子を見ていこうかな。まあストレートあたり狙ってるような気もするんで、いや昨日もそうだったんですけど、手汗やべえわこれ。半端ねえ。じゃあ高速カーブ狙ってるかな、どうだろう。ちょっとベストピッチ投げるようにしないと。 OKOK、 もう1球いきます。相手のここめっちゃ使います、ツーシーム。やって、ちょっと待って、スラーブまずいっしょ絶対。低めの高速カーブで、これで間違ってない。 OKOK、 よしよしよし。いや打率7割だろう、どうしようかな。何でも打ってくるような気はするんですけど、まあダルさんなんで、そこはまあいろいろちょっと話が変わってくるとは思うんで、これは偽物撃破となるか。いや全然そういう感じじゃないんですけど、めちゃめちゃいい方だったんで、はい、全然そんなのはないんですけど、まあ一応真剣勝負なんで。あー怖っ、めちゃめちゃ怖い、威圧感が半端ねえ。あー落ちない、よし、ショーツーシーム、どうだ。おー意外にも、まあお相手の方緊張してるっていう可能性もあるからね。いやーいい試合にできたらいいんですけどね。いきましょう、半端ね口乾くなこれ。ランク戦とは全然雰囲気が違うんで、やばいやばい、ほら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 、もう緊張してる。今打率で言うと同じぐらいなんかな、僕とお相手の方6割ちょいぐらい。どうなんですかね。ああなるほど、水飲みてーめっちゃ。もう待って待って、反応が緊張してるこれ。大会じゃねえんだからちょっと楽にやんないと。おいしゃー、ナイスガッツ。OKOK。 いや気合だけはね本当ありますよ、はい、いいんじゃないかこれは。5点でコールドっしょ。うんうんうん、 OK。 いや緊張したらやっぱね、お相手の方も打てないっていうのは本当にすごいわかるんで、うん、気持ちはね本当にすごいわかりますよ。しゃあ2本目。ふぅ気持ちいいわこれ。だってお相手の方マジでさ、ランキングに一時期めちゃめちゃ乗ってたんですよ、トップ10に。ずっとすげえ猛者だなと思って、多分勘違いされてた方もねいるとは思うんですけど、それオープニングで話してるかな、別撮りで今しようとしてるんで、オープニングと。しゃあ、あと3点まだワンアウト。よいしょ、あー嫉妬、今何の嫉妬だったか全然見えなかった文字が。フォークかな、スピード的に言うと。よ
違う。うわ、振っちゃったよ。ランク戦だったらボール見えてるはずなのにね。まあルールはランク戦なんで振っちゃうわ。やばい。あ、これタイピンだ。よし。なるほど、そうですよね。ちょっとね、6番山田さんっていうのハマりそうっすわ、これ。OK。これフォアボールでその次1本打ったらコールドなんで。よし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 。行くぞコールド。行くぞマジで。よし、タイピンなし。おお、満塁。いや、お互いやっぱ怖いっすよね、投げるの。ストライクゾーン入れるのがね、嫌ですもん、僕も。あ、いいのか。尾形さん、いいんだね。昨日の動画じゃないですけどね、びっくりした、今。じゃあ、タイピンなし。一発あるぞ、これ。うわぁ、やば。マジか。手でね、マジかよこの2球。打てるやつじゃん。よっしゃ、勝った。マジで。いやいやいや、満塁弾か。ちょ、これもう一回やりたいですね。いや、これはですね、ちょっと僕の方からフォローさせてもらうんですけど、間違いなく緊張されてると思うんで、ちょっとね、いつもの実力じゃないと思うんですよ、配球もバッティングも。まあ、だからちょっともう1試合行こうかなと思います。うわー、次どうしよっかな。千賀さんか、まあ、ちーちゃんは確実に打たれるんで、千賀さんからの中継ぎ行きますか。はい、これにします。おー、山本投手ね。なるほど、頑張ります。多分まあ2試合目ぐらいになるとお相手の方もちょっと緊張がね、溶けてくると思うんで、はい、まあ楽にやってくれたら嬉しいですけどね。さあ、千賀さん、いや千賀さんこそ打たれるだろうな。どうだろう。まずはツーシームから入って、いや緊張してるな、これ絶対。もう絶対緊張してる、間違いない。それだけは本当に言わせてもらう。こんな実力じゃないはずだよ、マジで。あんなランキングだってね、ずっとずっといたんだもん、あんなランキング上に。そら、嘘だ。ちょ、ストレートいってみますか。じゃあこれは打つでしょ、インローの。あー、でもちょっといいとこ入っちゃったな。わ、やばい、マジか。もう一球いっちゃおっかな。さすがに打つか。やべえ、もうやばいな。ああ、まあまあさすがっすね。ここら辺は普通に多分ああいうボールは、打てると思うんで。まあ緊張してるとちょっとね、速いボールが見えなくなると思うんですよね。僕もそうなんで。フォーク行かずの、これ見えるかな。やばい、ちょ待って、コントロールやばい、すごいずれてる。じゃあ縦スラ、これ打ち上げるっしょ。おお、マジか。ああ、いいのか、長打警戒合ってますね。よし、あ、抑えた。よしよしよし。さあ行きましょう。山本投手は縦カットありか。オッケー。いや、フェアか。バッターは2番に入っている上沢ら。そう。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。いや、誘ってくるね、そのストレート。さっき2回も打っちゃったからな、俺。よっしゃ。いや、僕はね、もう冷静です。はい、割と。さあ、外してくるか、スプリットか。ああ、普通に来たか。よしよし、フォアボール。いや、これはね、いかにボール球を打たないかっていうのが、キーになってくると思うんで。よし、いい、よしよしよし、落ちた、ナイスツーベース。あ、同点じゃん、これで。セーフ、ナイス、ガッツ。かなり集中モードに入ってます。ストライク。はい、変化球が決まっています。これが4球目。よし、はい、変化球わずかに外れてボール。これで3ボール。
いやー完璧です。見切りましたスプリット。これであと3点か。いいぞいいぞ、継投でも全然いいんだけどな。うわーマジか、そっからねツーシームね、スプリットじゃないんだ。いやでもいいペースではね打ててますね、完全に、うん、有利には進められてるかなと思います。うわ落ちるかな、落ちたな落ちたな、よし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 。なんかすっげえ本気、いやこの本気だからやっぱお互い楽しいんですよ。もうね泥臭くていいから、とりあえず点数を積み重ねていく、それだけです。いや誘ってくるね、盗塁なんてもう頭いなかった今、全然集中しすぎて。あーミスった。ちょっと今のストレートのミスは痛いな、ボールの上叩いちゃいましたね。どこまで千賀さんで粘れるかですね、それによって相当変わってきそうなんで。一応ルールは3回じゃないですか。まあだから継投あんまり早いと、でももう2回表だから行ってもいいのか。ただまだ結構通用してそうな感じはあるから、うんうん OK で、スロースライダーあたりは多分まずいと思うんだよな。縦スラちょっと使おうかな、うん、意外と打ちにくいですからね。うん見逃したナイスで、ちょっと待って、あー待って、マジで投げるボールね全部打たれそう、あー怖っマジで。ちょっと誘ってこう、こういうフォークで、いやー三振、絶対普段のランク戦じゃ三振しないでしょっていう完全なる猛者なのに。なるほどね、まあ撮影っていうのはこういうことなんですよ皆さん、撮影っていう、もうその言葉があるだけで緊張しちゃうんですよね絶対は。ゲッツそうなんですよ、普段の実力が出せないっていう、それがね撮影の怖いとこっすね。はい、そんな中で頑張ってます僕らは、はいどうでもいいんですけどね、はい頑張ってます。あーボール球だ、やばいぞ。いやそれ誘うんだよな、ただもうなんかキレなくない、そんなことない。うわ通信か、くそあと3点なのに、やばいぞマジか、もったいねえよ。いや絶対来るねそのボール、自分を信じます。よし、いや出た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 、もうこれ丸さん、これはいつのだ、アニバか、ほう、あ僕の千賀さんもアニバだ、同じっす。いやそろそろね本当本領発揮してきそう、いや取れないよな、口乾いてきた、やばい、ちょっとピッチャー交代か、これはピッチャー交代だ、ガチでいきます。宮西投手得意なのかな、宮西投手どうなんだろう、まずはタイピン、あーないやばいな、長打警戒でアウトコースから入ります。取れるしょ、ワンアウト、よしよしよし、いやツーランで同点か、でタイピンなしと、OK、これちょっと見せておきますわ一回、本当はねタイピンだとこれ入るんですよ、で見せておきつつの、うわあんま、あんま、うんうん OK で入れちゃおうかな、入れます、打つなよ打つなよ、よし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 、あーでも2点目、1点差、うず、いやマジか取れるかと思ったレフト、やばい一発で逆転だ、いや送ろうかな、送るのも方法だよな、危ね
なんかこれでお相手の方がすげえ嫌なやつだったらちょっとあれなんですけど、すげえいい方だったんで。さあタイピングが出ました。長打警戒で、いやワンアウト取ればいいんだぞ、あそれで勝ちじゃんっていうか、あやべマジか、ちょっと待って、ちょっと待って、安易にスライボー入れすぎましたね今。いや変えようかなピッチャー、でも同点だからまだいっか。初球は大きな変化球、ボールになります。いやーベストピッチでねえんだよな。いいよ。うわナイス。ワンボールツーストライクです。ね。ミスれ、よしやミスれっておかしいな、すいません。OK、まあ同点、まあ、7本も打たれてんだ。やべえな、そろそろ本領発揮してきてますね。うん、3回裏だから1本打ったら勝ちなんですよ。マッソン来た、ツーシームスプリット、スライダーぐらいかな。うわもうもうもう怖い怖い怖い、こんなになってました。いや振っちゃった、落ちんじゃね、うーわ糸井さんか、うーわーもうなんであんなクソボール振っちゃうんだ。うわミスったミスった、めっちゃカーソルミスってた、たのツーシームなのに、普通のツーシームなのにやばい。このままだったら負けるんで、延長1回だよね確か。やべえ少しも打たないと、超楽しい、やばい、こんな楽しいリアタイ久々です。よっしゃー、さあギーター、ブーマーが終わってもギーターがいますからね。いや怖いんだってそれマジで、めちゃめちゃ振っちゃってるからね。入って、うわ入んねー、マジか、あでもツーアウトなんだよな。ここは高打順ですから勝負どころですよ。うわピッチャー交代、うわ宮西さん来た、タイピン出るかな、うわ出た、しかも全出し、ミートがちょっと低いのが気になるな。さあまず1球目、さあ初球は大きな変化球、ボールになります。さあ来い、1本で終わりだ、うわあ、入ってる、マジか、マジか。いや、打って、おボール、ナイス、打たなくてよかった、おぶね。いや、抜けて、抜けて、抜けて、よっしゃ、勝った。楽しすぎます。ありがとうございました。いや、疲れた、ちょっと集中して、今、やばい、酸欠になってます。はい、ということで、いや、めちゃめちゃいい試合させてもらいました。まぁ、ちょっと試合中集中しすぎてあんまり喋れなかったんですけど、まぁ、緊張感は伝わったんじゃないかなと思います。いや、ほんとありがとうございました。ということで、今回の動画はここで終わろうかなと思います。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。